師匠、はい。お願いしました。大椿優子、社民党副党首、参議院議員様やないかい。噛むな、噛むな。久しぶりやから、噛んでしもたわ。本日18時10分、これは、うん、あ、そうか。読み方が違うとか。うん。10月27日やから、ちょっと前の話だな。はい、本日18時10分から大椿事務所の施設秘書がちょっと普通に思うや。これはちょっと普通に思う。50代後半ぐらいの男性から暴力的な行為を受けました。阪急茨城市駅西口にて某野党の女性が凱旋をされていたところ、日本国旗を掲げないのは気に食わぬと男性がしつこく絡み、そこに出会した、まあ、出会った。まあ、大椿さんの秘書が止めに入ったってことはな、男性は肘が当たったと凍りだし、まあなんせ、はい、なんかまあだから某野党やから社民党ではないんやろな、うん、どっかし分からへんけどさ、うん、どっかの女性が街頭演説をしてたら、うん、でそこにたまたま大椿様の秘書が通りかかったと、うん、これ多分やけど、うん、男やろね、この秘書はね。なんでか分からへんの、うん、そんなもん、この秘書が女やったらさ、女性やったらさ、絶対そのこと言ってるやんけ、当たり前やんけ、そんなもんそこを強調するに決まってるやんけ。っていうことは男やってことや、逆説的に。分かりました、それぐらいプロファイリングしようぜ。すごい。でも納得やろ。うん。絶対書いてるわ。私の女性秘書がで絶対書いてる。施設の女性秘書の女性がで絶対書いてるよ。女性やった。それを書かへんってことは男やってことや。秘書の方も。ちょっとでも自分らのなんつうのかな、その正当性を高めようとしてそこを隠してるわけね。わかりますか？うん、で肘が当たったと怒り出したと。でその秘書の人が着ていたパーカーのフードを掴んだと、引きずりましたと、うんうん、まあちょっと乱暴ではあるけど、で、うん、自分で警察を呼んだと、うん、その男性の方がな、うん、だからこういうことじゃバーン当たったんやろな、多分その、うん、男性曰くな、うん、多分当たったのほんまちゃう、その恋か過失かは置いといて、当たったのはほんまやと思う、うん、ほんで当たったからおいって、当たったやんけ、当たった時点で俺は暴行罪やと思いますので、うん、私人逮捕はありかな。今話題になってる私人逮捕系 YouTuber とかが問題になったけど、まあこの場合は暴行が成り立つよう、まあ見てないから分からへんけどね、この状況、この大椿様のツイッターを見る限り、ポストを見る限り、まあありではないのかなと思うんだけど、まあそれで読んで自分で呼ぶくらいやから、引きずったもん、なんか大げさに言ってんちゃう。使うものはまあ分かれへんけ。逃げんなよっていう意味で、今から警察呼ぶから逃げんなっていう意味で、使うものはまあ分かるし、引きずったって言ってもさ、なあ。引き寄せたの、引き寄せる、こう、例えば引きずったっつったら、そのおっさんが、まあおっさんって言うけど、その人のことをもうこうパーカー掴んでズリ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 ってやってるイメージになるけど、違うよね絶対。そのちょおい逃げんなみたいな感じで、警察呼んだから逃げんなよ意味でこう引き寄せるとか、それぐらいのことじゃない、多分ね。まあそこをだから自分らの不利にはしたくないからさ、こういうふうに書いてる、なんかおっさんが悪いような印象操作をしてるだけで、そうやろな。で秘書は男性に肘を当てた記憶はありません。出た記憶にございませんですかその時は私の意思ではなかったですかいやでもさ、たとえ間違って肘が当たってもフードをつかみ、だからフードをつかみ引きずるがどの程度かによるよね。うん。でも、おっさんは警察呼んだんやから、掴んで、おらー言うて引きずるはないと思う。もうちょっと逃げんなよってガッてやったぐらいちゃう。もしそれで引きずってたら周りが呼んでますよね。なあ、うん、男性のこのような行為を許され、でも肘が当たったことはいいの？まず肘当てたがあるからおっさんも呼んだやろ。で封筒掴んだんちゃうの、うんうん、わざとじゃないかなんておっさんには関係ないよね、うん、考えてみるな。もうなんかその最初にそのおっさんがその某野党の女性とやらに暴力を振るってたんやったら、まあバー止めに入って肘が当たったもまあ正当があるけど、うん、ただなんか言ってただけなんやろ。そこで肘当てたらまずいよね、うん、恋であろうが恋かどうかなんかおっさんには分かるようないから、当てられた方は当たった、肘が当たったという事実しかないんですけど、分かりますかね。まあということらしいですわ。うん、うん、でなんか言ってんですけど、この男性はここまで暴力的な傲慢、うん、相手が女性や若者でなかったらこの男はやっぱり若者の男性なんや。でも50歳のやっぱりこの若者っていうのは秘書のことやろな、うん、多分ならさ男の若者と50歳後半の男性だらどっちが体力あるよっていう話になってきてんけなあこらななんか若者が弱いみたいだから男性、その秘書が男性っていうことはやっぱり隠してるわけな。だから若者の男性って書いてへんやろ、うん、でも女性やったら絶対女性って書くわけで、これ女性や若者って一緒にしてることによってその秘書もなんか女性って勘違いしてくれへんかなっていうのが透けて見えるよね、この段階でね。でもごまかされへんで俺にはっていう感じで、まあ自分らが正当性を主張してて、そこに、うん、憲法9条があれば防げたはずですわっていう、まあなんか嫌味のツッコミ入れられて、あなたの発言は暴力を振るけを擁護する発言です、現政権同様日本国憲法をバカにしすぎです、恥ずかしいからやめましょうで、はいはい、論点ずらし全然答えてないじゃんそういうこと言うてる。いやお前らがいつも言うてる憲法9条があれば戦争にならないっていう論法はどうなってるんですかという嫌味を言われたのに、なんか全然関係ない、答えをして、またバカを晒しているというまたバカを晒しているお椿様なんやけど、まあそうね、まあいろいろ意見があんねんけどな、うん、まあまたなんか論点ずらしてバカなこと言ってるなっていう。俺が言いたいことは、俺多分日本で一番大椿様に対して詳しいというか俺は多分日本で一番反大椿派として一番語る資格がある人間だと思ってるので、まあいやね、直接対決してますからねうちの常連さんはみんな認めてくれると思うけど対大椿勢力の中で俺が一番大椿様にああだこうだいう資格があると思っているので言わせてもらうけどね、それこそまあちょうど1年前ではないけどちょうど1年前の梅田ヨドバシ前の話をまたさせてもらいますけどもうええでと思ってる人もいっぱいいそうやけど、これを避けて通るわけにはいかないので、こういう話が出たらちょうど1年前の梅田ヨドバシ前のね、いわゆる梅田事件の話を詳しくは、まあ梅田事件一部始終が動画で残ってますので、それを見てくださいってことなんですけど、簡単に言ったら俺大椿さんに暴行を受けているんですけど、うん、ねえ皆さん知ってますよね、常連さんは。知らない人のために言っときますとねもうこの動画を見るのが初めて、このうちの俺と大椿優子様の因縁を今この動画で知ったという人のために説明させてもらいますけど、俺ちょうど1年前のヨドバシ、梅田ヨドバシ前で暴行を受けました。具体的にどんなことをされたかと言いますと、俺が大椿様をスマホで撮影していると、そのスマホ、三脚につけたスマホホルダーに挟んだスマホで撮影していたところ、大椿様がまあいろいろありまして怒り出しまして、俺と大椿様の言い合いになったんですが、大椿様がもうヒートアップする。もうあまりのヒートアップぶりに俺がドン引きして、なんか俺はだんだん冷めていって冷静になっていったんですが、大椿さんのヒートアップは止まらずに、最終的に撮影していた俺のスマホをバーンってはたいたというね、ことがバッチリ証拠としても画像動画で残ってるんですけど、スマホを挟んだスマホホルダーに挟んだスマホをバーンってはたいた、あれもたまたまはたかれて、たまたま一応バーンとこう角度はめっちゃ変わって挟まれた状態、ホルダーに挟まれた状態は保ったものの、もうあんなもん一歩間違えたら地面に落ちてスマホが破損してたかもしれないんですけど、よかったね逆にね。地面に落ちてスマホが破損してたら器物破損ですよ。その前に人のスマホホルダーバンはたいてる段階で暴行ですよね。暴力的な行為じゃないんですか、大椿様。忘れてませんよ。証拠も残ってますよ。人が撮影している言うとくけど、撮影するのはあれですからね、正当な権利ですからね、こっちのね。分かってますか？別に盗撮したわけでも何でもないので。分かってますか？それをなんか激高してバーンってスマホをはたく、もう落ちてもいいやと思う、もう落ちろぐらいの、落としたるわぐらいの勢いでスマホをはたく。たまたま大椿さんは背が低くて俺のが背高いので、だいぶ上にスマホがあったので、なんちゅうのかする感じになったから落ちずに済んだけど、俺の背がもうちょっと低かったらバーンってもう絶対になんかもう落ちてたぐらいの勢いではたかれましたんで、暴力的な行為じゃないんですかそれは。それはどうなんですかね。まあそんなもんか。まあなんせ私の暴力いい暴力、あなたの暴力悪い暴力っていうことですね。自分がやる暴力はいい暴力で、このねなんか人がやるやつは悪い暴力らしいですわ。以上です。はーい。